シンビオージェネシスの過程。生物が多種の単細胞生物を取り込み、その単細胞生物を細胞内小器官とする。二つの生物は一つの生物として統合される。内生生物あるいは内部共生体とは、他の生物の体内もしくは細胞内で生息する生物のことである。彼らの共生の生態を内部共生あるいは内、共生と呼ぶ。例としては、 植物の根流に生息する、窒素固定細菌、増殖産後やシャコガイ類と共生する、甲虫も、著しく、アミノ酸素性の偏るイカンタバ液のみを食物とする、アブラムシやカイガラムシ、セミ、ビタミン B 群を、ごくわずかしか含まない、哺乳類などの血液のみを食物とするシラミなどの、昆虫の摂取栄養素を補正し、栄養摂取のおよそ10から15%をトを賄う、 細胞内症器官様細菌などである。ある生物にとって他の生物への共生が生存に必須である場合、その生物にとって共生は絶対、または変性であるという。多くの場合、内部共生は内生生物と宿主のどちらにとっても変性である。羽織虫類がその例であり、その内生菌から栄養素を得ている。昆虫と共生するボルバギアも変性内生生物の 例である。しかし、すべての内部共生が、宿主にとって、生存に必須なものではなく、内生生物か宿主かのどちらかにとってだけ有益な、例も存在する。バンクロフト史上虫ウーシャレリア・ベンクロフティア、常在史上虫マンセンラ・ピアースタンズなどは、人間や昆虫の寄生虫であり、昆虫を介して、人間体内に侵入すると考えられている。 深核生物にとって最も一般的な細胞内小器官であるミトコンドリアと葉緑体などの色素体はもともと内生細菌であったとされる。この定説を細胞内共生説という。細胞内共生説は異なる生物の統合による新生物の誕生の考えに基づく。この考えは1905年に最初に考え出され、1910年に ロシアの植物学者、コンスタンティン・ミリシカウフスキーによって公表された。葉緑体と卵巣の比較と類似点深核生物にとって最も一般的な細胞内小器官であるミトコンドリアと葉緑体などの色素体はもともと内生細菌であったとされる。これら細胞小器官の起源は食作用で真核細胞に取り込まれた細菌であるとされる。取り込まれた後に 細菌は細胞内で進化を繰り返し、縮小と細菌は共生関係になったとされる。この仮説を細胞内共生説という。細胞内共生説では、ミトコンドリアの前身となった、好気性細菌を嫌気性細菌が取り込んだにもかかわらず、消化に失敗したことになる。細胞質は消化途中の栄養源で満たされており、内性細菌にとって好ましい環境であったと、 考えられている。内成細菌が後期呼吸により細胞室内の物質からアデノシン酸リン酸を合成し、その一部を宿主の細胞室に供給したと考えられている。この供給は嫌気性の宿主に後期呼吸を可能にさせ、それによるエネルギーを与える。最終的に内成細菌は独立することができなくなり、細胞内小器官となった。 葉緑体の起源は、ミトコンドリアのそれと近しい。昔、深核細胞が光合成性の卵巣を取り込み、消化に失敗したと考えられている。そして、ミトコンドリアと同様に細胞内で生息するうちに、葉緑体となったとされる。他の細胞内小器官も、内生細菌に由来するかもしれない。栓毛や弁毛、中心固定。 微生管はもともとスピロヘータと初期進化細胞の間の生物であったという意見がある。細胞内共生説の根拠はいくつかある。ミトコンドリアと色素体は縮主のものとは異なる独自の少量の DNA を持つ。この DNA はオルガネラが独立した好気性細菌であった時のゲノムの名残である可能性がある。また、ミトコンドリアと色素体のゲノムが 細菌の系統樹に照らし合わされた結果、ゲノムから細菌の DNA 配列が発見された。ミトコンドリアはアルファプロテオバクテリアモンの細菌が起源であることを明確に示す DNA 配列を持つ。色素体は卵巣を起源とする DNA 配列を持つ。さらに原核細胞に後期性細菌が内部共生した過程を反映したような生物が発見されており、 これは、深核細胞と細胞内小器官との関係に非常に類似している。例えば、大型アメイバペルミクサはミトコンドリアを持たないが、後期性細菌を保有し、これが同様の役割を果たす。一ンゴ目のサンゴの一部や二枚貝、脳絶類の複足類の一部、緑ゾウリムシなど、専ム虫の一種は細胞内に、 藻類や化学合成細菌をその生涯にわたって保有する。また、昆虫の内生菌の多くは、太古から宿主との共生関係を続けており、その関係は垂直感染により、子孫へと受け継がれている。加えて、昆虫内生菌のゲノム進化の過程は、細胞内共生説での内生細菌から、細胞内小器官への進化過程と類似する。類似点とは例えば、 ゲノム量の減少、ゲノム進化の速さ、そしてヌクレオチドにおいて、グアニンとシトシンがヘディアデニンと、チミンが豊富となる配列変化である。細胞内強制説のさらなる証拠として、葉緑体及びミトコンドリアには、幻覚生物のリボソームと、それらを囲む二重膜が存在する。これまで、もともと独立していた時代の原核生物の膜が内膜であり、外膜は、 最初に幻覚生物を飲み込んだ食細胞のものであると広く考えられていた。しかしながら、この見解は次の事実に反する。愛現代の卵巣とアルファプロテオバクテリアの両方がグラム陰性菌であり、細胞膜は二重膜である。通内在性、細胞小器官の外膜において脂質、およびタンパク質素生物はこれら細菌のものに非常に類似している。 これまでの生科学研究の知見は、細胞内小器官の進化中に、祖先細菌の二重膜が葉緑体とミトコンドリアのものとなり、食細胞膜が消失したことを強く示唆している。ある種の藻類には見え、またはヨえ膜を持つものも存在する。おそらくうち矯正が繰り返された結果であろう。細胞内部以外に生息する内生生物も存在する。細胞外内生細菌は、 極秘動物門の4つの綱べてで発見されている。これらの細菌には、共生生物としての一般的性質はほとんど確認されていない。系統学的解析によると、これらの内生生物は、アルファプロテオバクテリアズナに属し、リゾビウム属とチオバシラス属に関連している。別の研究では、極秘動物門において、内生細菌は多種にわたって広く分布し、その菌数は、 非常に高い。海洋性の貧茂類の一部はその全身に変性細胞外内製細菌を持っている。これらは化学合成性の内製細菌に栄養的に依存しており消化器系や排泄系を持たない。シンビオデニアム属の内部強制性のウズベンモーモはカッチュウモとして知られている。カッチュウモの宿主生物としてサンゴや軟体動物、海面動物、 有効虫が確認されている。カチューモは光合成により宿主にエネルギーを与える。サンゴがこのエネルギーを利用する結果、炭酸塩が沈殿し、サンゴ礁が形成される。シンビオデニアム属には多数の種が含まれる。中には宿主に特異的な系統群も存在する。しかし多くの場合、シンビオデニアム属藻類の分布は環境要因により決定されている。 産後が環境ストレスを受けた時の産後の応答、死滅やその再生はこの内生生物の分布に影響される。ミキシトライカパラドクサはミトコンドリアを持たない原生生物である。しかし、宿主得意的な細菌を細胞内に保有し、ミトコンドリアと同様の機能による恩恵を受け取っている。ミキシトライカ族はまたこれとは別に3種類の内生菌を細胞表面に持つ。 専門虫の緑ゾーリムシペラーミシアムバーセリアは緑ムシモと呼ばれる緑草と共生している。有郭史上ネアシムシの一種ポウリンダクローマトファー,アーには卵巣が内部共生している。この共生関係は比較的近年の進化で獲得したことが示唆されている。昆虫の内生生物は一時と二時の二つに大別される。一時内生菌は 数百万年以上にわたって、昆虫との編成共生を続けてきた。二次内成菌の共生関係はこれよりも新しい。二次内成菌は、血リンパの中に生息し、個体間に水平伝播する。二次内成菌は昆虫に特異的ではなく、他の生物にも感染しうる。また編成ではない。昆虫の一次内成菌についての研究は、エンドウヒゲナガーブラムシとその内成菌。 ブークナー SP、APS、ツェツェバエとその内生菌、ウィックネスワースはグラシニデアブレババルピス、シロアリとその内生原生生物で研究が進んでいる。これら内生生物は昆虫内部から取り出すと室内条件では愛用できない。宿主昆虫は内生細菌なしでは特殊な飼料で生き続けられるが不健康となり長くとも数世代しか続かない。 いくつかの昆虫群において、内生菌は、菌細胞と呼ばれる特殊な宿主細胞に生息し、母系伝播される。すなわち、母親の内生菌は子孫に垂直伝播される。ブクネラ属などの内生菌は、卵の内部へと伝播される。ウィグルスウチア属などは体液を介して、発生途上の肺に伝播される。シロアリの内生生物については水平伝播の機構が明らかになっている。 内生生物は好調に生息し、コロニー内での栄養交換を介して伝播される。一時内生菌は、宿主体内で養分を摂取し、代謝産物を生み出すことで宿主に利益を与える。利益とは、代謝産物が宿主にとって宿主が自力で得ることが難しい栄養素となることである。もしくは、 宿主の代謝経路によって生み出されるが宿主にとって有毒な老廃物を一時内生菌がさらに代謝して無毒化することである。例えば、ブックネラ属細菌の主な役割は、アブラムシが植物の樹液から得ることができない必須アミノ酸を合成することである。同様に、ウィグルスウーチア属細菌の主な役割は、セゼバエが食べる血液から得られないビタミンを合成する。 ことであると推測される。白アリの内生原生生物の主な役割は、宿主が食べる食物繊維のリグのセルロース質を分解することである。内生細菌とっても内部共生は利益を与える。主な利点としては、捕食者との遭遇機会と他の細菌種との競合機会の減少、宿主による栄養素の十分かつ安定的な供給、環境の安定性である。 昆虫の変性内生細菌のゲノムは基地の細菌で最小である。被内部強制性の密接な禁煙細菌種と比較すると変性内生細菌は多くの遺伝子を失ったことがわかる。損失した遺伝子はいくつかは昆虫の内部強制において必要ないものと推測されている。変性強制細菌への攻撃は宿主昆虫の殺傷につながる。 病原虫や食害虫といった害虫駆除の方法の一つとして注目されている。例えば、アブラムシは農作物にとって害虫であり、バイはアフリカ睡眠病の原因原虫ブルーストリパノソーマの媒介者である。他に、昆虫の変成強制細菌の研究目的には、細菌の遺伝学と分子生物学についての研究がある。 外部の自然環境で生息する細菌が持つ遺伝子の多くを喪失して、強制細菌はどのようにして生育するのだろうか。エンドウヒゲナガアブラムシは少なくとも3種類の二次内生菌を保有する。ハミルトネラデイフェンスサ、レイジラインセクティコラそしてセラチアシンビアッティカである。H デイフェンスサは寄生虫からの宿主の防御を助ける。セツバイは二次内成菌。 ソドリスグラシニディウスを保有する。この細菌は、中腸とチリンパといった、宿主組織の細胞間及び細胞内に生息する。セチバエと、この二次内生菌について、この二種の進化に、系統発生学的な相関性はない。セチバエの一次内生菌、ウィックネスワースアとは異なり、ソドリスは、インビトロで培養できる。ある種のレトロウイルスは、体性哺乳動物に、 内部共生する。体制動物が妊娠して、この内在性レトロウイルスは活性化され、大量に繁殖させられる。その役割は、第一に、免疫抑制剤、おそらく母親の免疫系から肺を保護するため、と考えられている。免疫系は、他個体の細胞を認識するとそれを攻撃するため、異なる肺を、母親の免疫系から防御することは妊娠の、 成功に重要である。第二の役割は、ウイルス融合タンパク質を生産して、体番号包体を形成し、母体と肺との間で、有送細胞の交換を制限することである。肺発生中、母親の血液細胞は、肺の上皮細胞間に入り込むことができるようになり、挿入が生じると上皮は不良となる。アーブは元来、外部の感染性レトロウイルスであったが、進化を経て、 内生生物となった。免疫抑制機能は本来、感染のための能力であった。融合タンパク質は、細胞の一つに感染した後に、近接する他の細胞と感染細胞とを融合させることによって、感染を拡大させる方法でしかなかったかもしれない。現代の体制哺乳類の祖先は、このウイルスに感染した後の進化で誕生したと考えられている。おそらく、 この感染によって胎児が母親の免疫系から生き延びる能力は向上したのであろう。人ゲノムプロジェクトにより24か、数千種のアーブが発見された。ありがとうございます。